なんかね、このティガ体験を強化していくと最強の体験になるらしいって話だったんだけど、攻撃9、ため短縮5の神お守りがないとダメらしい。お疲れ様でした。さあ、そしたらティガ体験の代わりにアグナ装備を仕入れていくんだけど、これスネオタイプか。まあ、全身つけたらかっこよくなるタイプだろう。はー、なるほど。まあ、かっこ悪くはないけど、俺のタイプじゃないね。謎のウルトラマン感あるな。見切りガード性能、技物、心配症、体力が最大値の 40% 以下の時に発動する。防御力強化効果が弱まり、攻撃力も下がる。まあ、あれだね、火事場のマイナススキルだね。消さなくてもいい気がするけどな。 40% 以下で殴らなければいい話じゃん。それよりもさ、達人が作れるから持ち味を生かそう。あー、この音気持ちいい。で、さらによ、なんとね、一人でやってる時にこれが落ちたんだよ。ガード性能5のお守り、これをつけることによって見切りプラス2、ガセプラス2。ちょっと強すぎね。貝の防御じゃないだろう。やばくね。てかさ、めちゃくちゃお金に余裕あるから、力の極と守りの極買いでしょ。砂原の角湯を枯れ、ディアブロス1頭の狩猟。ついにね、このディアブロスシリーズのクエストを2つクリアしたら村クエ終わりだわ。デルクスさ、目飛び出しすぎじゃない？そんな目飛び出てたらさ、砂で、いやー、痛い痛い痛い、ちょっと待ってちょっと待ってってなるやん。うわー、古いディアブロスが。ディアブロスといえばさ、知ってる？モンハンのさ、映画がハリウッドでやるの。ミラ・ジョコビッチが主演のやつ。すごくね？モンハンがミラ・ジョコビッチがモンハン演じるってやばくね？モンハンを演じる？モンハンの主役を演じるってやばいよな。つか、ミラ・ジョコビッチが誰かわかる？わかんない人いるかな？バイオハザードの実写の映画やってた人だね。で、監督も同じ人なの。だからカプコンのことがね、監督好きなんじゃないかな。え？もう怒った。マジか。音爆弾最初の方にやってかないとやばいな。これ尻尾狙えるか。多分猫狙ってるようだ。いや、無理だな。で、ここで尻尾ペシペシがきつすぎる。いやー、双剣相性良くねえなと思ったら転ぶから相性いいわ。尻尾もこれ切れるね。別に技の時に狙うんじゃなくて、転んだ時に切ってるだけでも肉質めっちゃ弱いから。ディアブロスって尻尾ね。いや、強っ。うーん、でさ、その映画の話に戻るんだけど、映画のパッケージっていうのかな、ポスター、なんて言うんだろう、まあ、ゲームで言うパッケージがディアボロスなんだよ。え、リオレウスじゃないんだって。ちょっとそれマジやめとくり、やめとくりなんだけど。もうマジかよ。あーい、ホップねえ。ナイスデルクス。やべえ、普通に強いんだけど。これどこで殴ったらいいんだ。鬼人化できなくね。いや、いかに音爆弾で削れるかだな。あ、怒り直った。結構早いね。ナイスナイス。こん時がむちゃめちゃチャンス。あー、競争切れちゃった。待って、潜ってくれ。俺好きやったら切っちゃうから、好きやったら切っちゃうから。お前潜って先行でも俺に使わせてくれ。潜れ潜れ、今が一番いいタイミング。神、早すぎー、最悪や。
自分で持ってくればよかったな。支給品の2個で足りるだろうと思ったけど、そんなことなかったわ。つか会心がいい仕事してんね。素晴らしい。アグナ防具強いな。マジで貝の性能じゃないもんだって。でここ鬼人化してないランブ、この鬼人化してないランブも強いからね。いや怒ったら手つけらんな。鬼人化もできないからな。強制薬使うのもちょっと、連続突進デイツ。お前リオレイヤーさんちょっと技パクられてますよ。アイデンティティをパクるな、リオレイヤーの。ここ行くわ。ゴリ押しぐらいがちょうどいい。あ、神転べ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 。ダメか、まあいいや。なんでディアブロスが主役なんだろうね、映画のね。だってリオレウスでよくない？なぜディアボロだったのか。もしかしたらあれなのかもしんないな。日本ではさ、まあ、ディアブロスよりリオレウスの方がかっこいいみたいな風潮あるやん。だから海外だとこういうディアブロスみたいな角系モンスターの方が人気ある説ない。例えばまだ恐竜といったらさ、俺らからしたらトリケラトプスよりさ、ティラノサウルスの方がなんかなんだろう、かっこいいみたいなイメージ持ちがちじゃん。ただ海外だとトリケラとかの方が実は生かしてて角生えてるディアブロスにしたとか。だってまあ当たり前だけどさ、売れるようにそのポスターとか作るわけだからねえ、メリットがないのにディアブロスにする意味がないからな。でもどうだろう、ワンチャン監督がディアブロスめちゃくちゃ好きな説。ディアブロ、あ、もしかしてカプコンが推してる説もあるね。ディアブロってね、なんかこいつずっといるんだよ。え、なんでなん？ディアブロってなんでずっとこいついんの？一応シリーズずっと解禁賞で、4にはいなかったとか、クロスにはいなかったとかあるんだけど、まあ、ダブルクロスにはいて、4G にもいるから、なんだろう。その、4ベース、クロスベースとか見たら、一応、解禁賞なんだよね。だからカプコンが押してるんかもしれんな。え？寝てるんだけど。引きずってなかったやん。つうかあれだね、切れ味マジで落ちないね。強っ。技物やっぱやべえわ。てか双剣との相性が良すぎる。見切りも腐らないしね。ガン性能は腐っちゃってるけど、まあ、あくまで汎用装備だからさ、語れ剣が光る説あるじゃん。貝でね、専用装備みたいなのも作ってしょうがないから、まあ、集中持ってる装備、ガセ持ってる装備あれば十分だろ。これで俺が使ってる全武器腐らなくなったからね。体剣、片手、双剣、ハンマー、まあ、ハンマーがちょっと腐ってるかなっていう、まあ、集中の恩恵一応得られるけど、なくてもいい説あるからな。え？尻尾切れんかったー。はい、簡単だったね。なんかに手こずるってことなかったな。ドボルベルクがちょっと硬いぐらいだったか。なんだこいつ、なんかトイレの便座みたいな死に方してんな。どうした？完全にトイレじゃん。え、ねじれた角と骨髄が V 破壊してないのに出たぞ。うわー、ピッケルグレートついに追加されたか。調合書達人編やっとだわ。だってさ、競争エクグレートの超高確率が 90% だったんだよね。あらあら、ハンター様、良いところにおいでになりました。町のギルドからとあるクエストの案内が来ていますのよ。自演モーランか。あ、ここで自演モーランなんだ。これは楽しみだ。またの名を宝山流。宝山じゃないの、これ何て読むんだろう。をご存知かしら。文字通り山のように大きなモンスターですのよ。ギルドの本部がある町ではこの古竜は豊穣と繁栄の象徴として信仰されていて、町の近くに現れると町を挙げてのお祭り騒ぎになるんですの。私も以前にその古竜を見ましたが、それは雄大なモンスターでしたわ。今回来ているのはその古竜に挑むクエストらしいですわよ。これなんで神殺すん。ぜひ一度参加なさってはいかが。きっと素敵な体験になると思いますわ。
信仰されてるにもかかわらず狩られてしまう男。別にイエス・キリストに興味がそんなあるわけでもないのに、クリスマスでめちゃめちゃ盛り上がる日本人味を感じました。